これはっきり言っちゃうと、全員中学生っていうキャッチフレーズいらんでって思うんですよね。はい、皆さんどうも、局長です。ということでね、この動画に関しては、局長も最初の頃取り上げてた、FNSC の日本のオーディション番組の、Who is Princess からデビューが決まったこちら、プリキルについてですね、今日は初めてお話しようかなと思ってるんですけど、でもですね、今日はですね、てか先ほどか、プリキルのデビューシングル、これね、サンバリーなんですけど、の、詳細が発表されたんですよ。で、アーティスト写真とか、まあ、個人のやつも公開されてたんで、今日はちょっとね、まあ、このプリキルの写真とか見ていきながら、まあ、僕が思った印象だったりをね、ちょっといろいろお話しさせていただきたいのと、あとはま、メンバーの、ま、年齢だったりも含めてすごく若いんでね、まあ、そのあたりも軽くちょっと紹介させていただければなというふうに思ってます。そして、まあ、やっぱりま、皆さんが気になってるのは、結局このプリキル、局長売れると思うっていうところだと思うんですね。なんで、ちょっと売れるか売れないかっていうところも僕の個人的な憶測ではあるんですが、予想ではあるんですが、まあちょっとお話ししていこうかなというふうに思っています。はい。ということで、ちょっとね、アーティスト写真やら何やら見る前に、まあ皆さんが一番局長から聞きたいこの売れるか売れへんのかってところなんですけど、まあ皆さん的に結構ネガティブに考えてる方も、まあそのプリキルのファンは肯定的やけど、まあそうじゃない人らは、こう売れんのかって感じになってると思うんですけど、個人的には、今すぐ売れんのは確実に厳しいやろなと思います。やけども3年後ぐらいには結構売れてんじゃないっていうような印象もあるんですね。なんでなぜ局長がそう思ったのかっていうのはちょっと後ほどお話しさせていただこうかなと思ってます。はい。ということで早速ですね、まあこちら見ていただいてるのが、まあデビュー曲のサンバディの、まあアーティスト写真なんですけど、5月の4日にリリースが予定されているということで、スタートラインに立った彼女たちの等身大の思いを表現したタイトル曲サンバディをはじめ、まあサバイバル番組クイズプリンセスのテーマソングでもあり、メンバーにちょっと思い入れが深いファン、そして遠回りしたって失敗したっていいじゃないかと、とりあえずやってみようという前向きなメッセージを込められた遊び心満載の一曲、アメージングガールズと10代のエネルギッシュな、魅力を詰め込んだ、3曲が収録されていると。なんで、まあ、非常にデビュー曲楽しみやなと思うんですけど、まあ、これ見た感じでは、まあ、ガルクラ感がありますよね。まあ、一致の雰囲気が強いかなと思うんですけど、まあ、まさに、これね、ファンってあったじゃないですか、テーマ曲にね。私は私やれっていう感じの曲だったんで、これ間違いなく、まあ、日本の一致を作りたくいいんやろなって、皆さんもね、そう見えたじゃないですか。だから、まあ、20バチボコ売れましたよね。だから20が日本のトゥワイス。そして、まあ、この、プリキルが日本の一致、みたいな感じの存在としてなっていくんじゃないかなっていうね。まあ、イメージ的には、皆さんそう思ってると思うんですけど、まあそうやね、個人的に思うには、今回このプリキルのなんていうんですかね、売り文句というかね、キャッチフレーズがなんか全員中学生のガールクラッシュ的な感じだったと思うんです。で、局長的にね、個人的にそこが一番気になってて、まあ何かっていうと、今からね、これメンバーそれぞれ見ていきますが、めちゃくちゃ可愛いんですよ。で、めちゃくちゃスタイルもいいし、まあ実力もあるんですね。やけども何が欲しいかって、全員中学生に絞ったのが、ちょっとなと思ったんです。いや、みんないいんだよね。みんないいけど、その全員中学生って売り文句、それ、どこがガールクラッシュだって思っちゃったんですよね。だから多分運営さん側がそれを売りたいがために、おそらく中学生じゃないね、メンバーを外したんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、まあ僕ずっと見てたわけじゃないですか。ステージは見てたんでね、YouTube でね。なんで、ちょっとそれを、こう、売り方若干、なんか、何コンセプト的な、若干こう方向転換した方がいいんじゃないかなって、個人的には思いましたね。このメンバーは最高なんでね。うん、なんでとりあえずは一人一人見ていこうか。はい、こちらがまず、奈々ちゃんなんですけど、まあ、奈々ちゃんがさ、もう最初から絶対みんなデビューすると思ってたよ。やし、センターですよね。まあ、間違いないっす。もう、顔も可愛いし。まあ、女の子にが好きそうな感じやなっていう。だから逆に、ほんまにね、ガールクラッシュやなって思う子が、正直そんなに多くないんですよ。だから、あ、これ大人のファン、まあ、ちょっとおじさんって言ったらあれですけど、その、大人の男性から好かれそうやなって思うメンバーが多い中で、奈々ちゃんだけは、まあ、おじさん界隈よりも絶対時に若い女の子から好かれそうやなと思うんで、間違いなく、奈々ちゃんはガールクラッシュかなという印象ですね。はい。まあ、なんで、14歳、すごいですよね。いやー。まず、こう、なんかいろんな仕事もできそうな感じの雰囲気ありますよね。だから、あれです。だから、一致の友人みたいな感じのセンター感ありますよね。だから、ビッグマンという GD みたいな、ジオンみたいな。ビッグマン例えあれかもしれない。まあ、中心的な人物ですよね。はい。で、続いてこちらが、うたちゃんなんですけど、うたちゃんが、165センチあるんですよね。15歳で。すごないですか。みんな中学校の時みんなどんなもん130センチぐらいだったんちゃう女の子。どうやって知らんけど覚えてないけど。すごいですよね。で、個人的にうたちゃんつけたんですけど、この黒髪の、ちょろんという感じがすごい可愛かったな。
印象だったんですけど、まあ、ロリミが強いけどな。前のみんな黒髪やった時は、若干ロリミはあったけど、まあ、ただこの金髪、これ、ね、スタイリング若干失敗してんちゃうかなって個人的に思ってますね。この奇抜な感じだから、トワイスというダヒョンちゃんの枠やと思うんですけど、なんかちょっと、やるにしてもちょっとちゃうかなっていうね。これ局長の趣味の話なんで、好みの話なんですけど、ちょっとまあ、歌ちゃんはまあいいです。可愛いけどな。って感じですね。で、続いて、リンちゃんすごいですね。リンちゃんは、これ金髪に染めて、すごくこう、垢抜けたなという、いい感じの印象はありますね。で、リンちゃん13歳ですよ。すごない？ 163 センチです。だってみんな13歳の時どんなもんなの？これ125センチとかだっちゃうん？これ。163やで、これ、リンちゃん。すごいよな。まあ、なんで、まあ、個人的にリンちゃんは、いいかなと思うんです。ね、この、アップの写真なんかすごい大人っぽいじゃないですか。18歳とか言われても全然分からへんもんね。うん、めちゃくちゃいいなと思います。はい。で、続いて、こちらがリンコちゃんなんですけど、僕、個人的にリンコちゃん好きなんですけど、黒髪の方が似合ってたら、うん、いや、これね、全然そんないじってないからあれなんやけど、可愛いんやけど、ガルクラに合うかっていう感じなのよな、メンバーが。可愛い感じやからさ、のはあるんですよね。リンコちゃんが14歳か、大人っぽいね、みんなね。で、最後に、こちらが、ゆきのちゃんなんですけど、ゆきのちゃん可愛いな。ほんま日本人って感じの雰囲気あるし、髪色もいい感じですね、落ち着いたね、感じ。なんかモデルさんみたいな、わかる？なんか雑誌にも出てた感じ。ありますよね。なんで、まあ、個人的には、週1でね、テレビ出てる時も、あ、めちゃくちゃビジュアルいいなと思ったんで、まあ、ビジュアルグループな気がしたんですよ。で、実力もあるし、これはいけんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、いかんせんね、この、泥層に打っていくのって話で、僕が最初言ったように、今すぐ無理ちゃうって話に繋がってくるんですけど、これはっきり言っちゃうと、全員中学生っていうキャッチフレーズ、いらんでって思うんですよね。ただもまずそもそもガールクラッシュなわけじゃないですか。で、基本的に、まあ、やっぱりまあ、女性に向けて、まあ、それ男性のファンもいるやろうけど、まあ、女性に向けてのグループのイメージ強いですよね。ガールクラとなったらね。という時に、まずそもそも、中学生とガールクラッシュは成り立たんと。なんでかというと、だから若い子ですよね。こういう、ガールクラッシュを応援するのはね。だから、女子中学生、女子高校生、女子大学生。まあ、ここあたりがメインじゃないかなと思うんですよ。ってなった時に、女子中学生に、こう、かっこいいとか憧れを抱いて、クラッシュされることはないでと。あくまでも、可愛いとかなら、ね、自分と同い年ぐらいの女子中学生が女子中学生のアイドルに、可愛いと思う感情もあれば、女子高校生が女子中学生に対して、あ、可愛いな、妹みたいにと思うこともあるやろし、大学生とかも可愛いなと。で、可愛いとなったら、特に日本でかっこいいより可愛いが正義じゃないですか。なったら、大人の層も食いついてくれるんですよね。うん。だから、まあ、大人の層ですね。30代、40代の男女が結構食いついてくれたり、応援してきたりするんで、やっぱりまあ、ガルクラっていうのが、まあ、そもそも、やっぱりこう、二十歳前後、まあ、だから高校後半ぐらいになってこないと、ちょっと厳しいんじゃないかなっていうふうに思うんです。特に日本ではって話ですね。韓国ではまた別かもしれんけど、で、メインとしてはやっぱり日本人相手じゃないですか。いくら世界に行くことを目標としたといってもね。なんで、ちょっと正直、女子中学生だけ集める感じで、まあね、運営さんがやったと思うんですけど、ちょっとそれはあんまりでも公言してやるのはどうかなっていう。なんか、こう、女子高校生のメンバーもいて、大学生のメンバーもいてとかで、ね、女子中学生のマンネがいるとか、末っ子がいるとかだったら全然 OK なんですけど、オールマンネっていうのが、ちょっと、可愛い系で行くんやったら、全然いいんじゃないかなと思いますけど、かっこいい系やと、なんか矛盾してる気がするんですよね。のは思うので、まあそのあたりが、まあメンバーがね、まあ高校2年生、3年生ぐらいになってきたら、まあよりもっとこうね、成熟していくガールクラッシュができるんじゃないかなと思うんで、まあちょっとまだ女子中学生で成熟したガールクラッシュを、してパフォーマンスで見せるとか、ファンを増やすのはなかなか厳しい気がすると。で、中途半端に可愛い売りを見せたとしても、こうやっぱコンセプトが違うんで、ちょっと中途半端に見える可能性もあるんじゃないかなというふうに個人的には思ってるんですが、皆さん的にはどうでしょうか？そのあたりもね、ちょっといろいろ聞きたいなと思ってるんですけど、もったいないなっていうとこですね。ガールクラッシュはいいんですけど、やっぱりね、その可愛いだけでさ、こう、日本のエンタメもずっと消化されてきたんで、かっこいい子たちが売れるっていうね、このセンスも含めてなっていったらいいなと思うんですけど、やっぱなかなかこう、生理的に、ね、女子中学生のかっこいいっていうのが、こう、ガルクラみたいな感じの、まあ、局長は男性やから、ちょっとね、分かりづらいだけで、ちょっとそこら辺女性の意見も聞いてみたいですね。特にまあ、女子中学生とかが、女子中学生の女の子をかっこいいとかって憧れるんかなっていうね。やっぱ、
ねえ、やっぱそら、ねえ、イッチの年齢とかのコーラの方がかっこいい憧れみたいな、あんな感じになりたいと思うんじゃないかなっていうね。可愛いはね、年齢いくつでもいいかなと思うんですけど、そのあたりはちょっと、まあ男性的なね、考えでしか曲者できないんで、ちょっと女性の意見も聞いてみたいなと思いますね。ということで今日はですね、まあそのプリキルについて、まあ僕がもう個人的な見解とかも含めてね、いろいろお話させていただきましたが、まあ何度も言うように、まあ皆さんの考えをちょっとね、いろいろコメント欄に聞かせていただければなと、まあ、僕も勉強したいんで、どんな感じで思ってるかね、皆さんもね。はい、ということで、最後まで見ていただき、ありがとうございました。